すみません、マスクじゃないマイクをお取りいただいて、ちょっと一言ずつご挨拶していただいて着席っていう感じで進みたいと思います。よろしくお願いします。加藤からでいいですか。から今日本当にどうもありがとうございます。もう30年経っちゃったのがちょっとびっくりなんですけども、まあ、本当に鉄王という映画が1年前か2年ぐらい前に30年迎えて、ヒルコも30年迎えるんでなんかちょっとしたいなって軽く言ったのをものすごく重く受け止めてくださったこの配給会社の方がですね、素晴らしい、もうこれ以上ない形で30年を迎えさせてくれました。映像はこれ以上ないぐらい綺麗にして、で音もこの手当新宿は最近音をとても素晴らしく直して、したんですけども、その音に本当にこう映画がぴったりこう合わさって、今日も僕もちょっとびっくりしながら、この間も一回チェックしたんですけど、今日改めて映像はねよく取り沙汰されるんですけど、音はまたすごく良くなったので非常に嬉しく思っております。今日もこんな、ね、映画の中の人が来てくれて、特殊造形を当時鉄道通って映画で一緒に入ってくれた若いスタッフが大勢のプロのスタッフ のベテランの方と合わさって、本当にお祭りみたいな映画で あったんですけど、それが30年ぶりによりまいって本当に嬉しいです。今日どうもありがとうございます。月島玲子、30年前に演じさせていただきました上野めぐみと申します。私は実は20代後半に、中国の方に留学をしましたので、それを機に芸能活動の方は引退させていただいておりました。ですので本当に今日このような席、ヒルコ妖怪ハンター30周年のこんなお祝いの素晴らしい席にお声掛けをいただいて、本当に監督をはじめ小田さん、本当に草壁さんに感謝申し上げます。ありがとうございます。またヒルコを本当に愛する皆様とお会いすることができて幸せです。今日はよろしくお願いいたします。ヒルコの造形特殊メイクを担当させていただきました小田と申します。30年前に実際に使ったヒルコの造形物を今回ロビーにじゃあ置かせてもらおうかなっていうことで置かせていただいて、まあ、トークもしてくれっていうんで、まあ、僕の話してもなっていうんで、上野めぐみちゃん連絡つくと思うからしてみます、はい。まあ、僕の役目はそこですね、はい。今回は、ご来場ありがとうございました。で今回初めて見られた方っておられますか？ヒルコ。あ、結構いらっしゃいますね。 ありがとうございます。座らせてください。お願いします。本当は皆さんからのご質問とかも受けたいわけですけど、こういう事情なんで皆さんに代わってですね、私が個人的に知りたいことになっちゃうかもしれませんが、伺っていきたいと思います。でお三方はもう一緒に集まるのって30年ぶりなんですか？そうすると、3人一緒だっていう。小田さんはその後僕の映画ずっと美術、読書美術とか造形やってくださいますけど、上野さんもそれこそね、だいぶ、そうです、だいぶ経ちますよ、ね、経ちましたね。ただ私やっぱり監督の映画の不安だったので、よく監督の映画が出来上がるとこっそり見に行ったり、あと6月の蛇っていう映画があったと思うんですけど、そこのこういった舞台挨拶の後の打ち上げに飛び入りで参加させていただいて、でその時に小田さんと初めて喋ったんですよ。それは意外でした。そう、ヒルコの時は本当一言も喋ったことなくてでそのまんま多分6月の蛇でお会いしてなかったら一生小田さんとも喋ることもなかったかもしれないし、今日このような席に呼んでいただいたこともなかったと思うので、本当になんかご縁を感じます。なんかその当時はすごくかっこよすぎて、なんか人を寄せ付けないオーラがあった。さっき怖かったって言ってたじゃないですか。ちょっと怖かった。当時アルパチーノに似てましたよね、前ね。で途中でおっさんになって何だっけ、ジョージ・クルー・クルーニーだっけ。ああ、似てますね。パチーノからクルーニーになんかだんだん変貌して家庭を伸びました。当時は
僕も若かったんで、その女優さんにね、やっぱ気安く声かけちゃこう喋っちゃいけないかなとか、こう役にこうだったりするのかな。これは田口さんの時もそうだったんですけど、いつこうバチかぶっちゃうのかなみたいな、あのちょっと緊張しながら人見知りなんでしてたんで、ちょっともっと話しておけばよかったかなっていう後悔がずっとありますね、はい。今の田口さんバチかぶっちゃうっていうのは、田口智朗さんがバチかぶりというとんでもないパンクバンドをやっておりまして、それと重ねましたよね。そうですね、はい、でそれぐらいちょっと怖かったんでそのバチかぶっちゃうとかいう話が通じる人と通じない人、何パーセントぐらいですか今は分かんないですね。前は大概分かったんですけど、今どういうことが、ね、分かんないですね。通じて通じないのが分かんなくなっちゃいました、年を取りました、うん、はい、そうしたら多分あの上野さんに、はい、がさっきこの間おっしゃってたの、どうしようかな、あのオーディションの話もしたいとおっしゃってたし、あ、そうですよね、うん、私あのやっぱりこのひるこで一番一緒に残ってるの何かなって振り返った時に、あのオーディションを受けさせていただく数日前にあの台本をいただきまして、でそれ私ちょっと台本読むのって結構飽きちゃったりすることあるんですけど、ひるこの台本ってもう冒頭からすごいところから始まって、一番最初の第一項だったと思うんですけど、でもうそこからもう すごい吸い込まれて一気にわーっと読んだんですけど、もうそのなんていうの、まあ諸星大二郎先生との原作を多分監督が落とし込んでもうわーって書き上げられただろうなっていう脚本だったんですけれども、もう私のよくわからないこの奥の奥の底からなんか得体の知れないものがうーって出てくるような、そういうような不思議な感覚を味わって、でもそれはなんかすごい気持ち悪いとかじゃなくて、すごく変に心地いいというか、なんかもう本当に不思議な世界に入り込んで、そのまんまオーディションに行ったんですね。で多分その監督の空気感の中で触れ合えたことがまたこうやってご縁をいただけたのかなというふうに思って、すごいあのすごいどんな監督なんだろうと思ったら、なんかすごく優しいし、なんかこういう脚本を書く方には思えなかったんですが、でも撮影中も本当にこうなんだろう、そんなに注意とか何もされなくて、とにかく見守ってボソボソっとちょっとこうしてくれるみたいな感じで優しく接していただいたり、でも監督も役者さんなのでカメラの横にずっといらっしゃるんですが、私のこのひるこのなんかすごい顔とかしなきゃいけない時に、あどうやってやったらいいんだろうっていう時にカメラの横で監督がすごい顔していらっしゃったので、あこれ真似すればいいんだみたいな、なんか本当にあ、まあ、支えていただいた撮影期間だったんだなと思ってあの振り返っております。はい、超面白いです。面白いです。聞いてて面白いです。ありがとうございます。鉄夫の後ですから、おいくつだったんですか、塚本さん。鉄夫が29の時にあって、これがその時にお話いただいて30歳の時に作ったんですね。30歳にしてはちょっと可愛い映画だなと思って興味してましたけどね。はい、でもそうそうそう、まあ、これが 30歳の時作って30周年、ひるこ自身も30周年で還暦すぎましたなですね、見えないすいません伺っちゃった。でそうするとあのそれこそ小田さんがあのひるこロビーにある造形をご覧になったと思うんですけど、あれをずっとお持ちになってるってことですよね。そうですね、あの作った全体量から言うとの5分の1か6分の1ですね。あとはまあ実際の撮影で壊れたり、まあ、あの燃えて飛ばす実際に燃やしたものがあったりっていうことでだいぶ減ってはいますけど、ある程度は手元にあってですね。全てを撮ってらっしゃるんですか。いや全てっていうわけにいかないですね。いつお作りになって、いや撮ってないです、撮ってないです。ヒルコは特別、ヒルコは割とやっぱ特別で、やっぱあの魚ヒルコって言われてるあの黒い方のはもうモールドって言って型も全部取ってありますね。そこは、まあ、基本的にはもうフィルムに焼き付けばまあいいかなっていうスタンスでやってるんで、物は割と捨てちゃいますね。はい、もったいない気持
作るんですかね。広いんですかね。広くないです。昼子当時なんて実際に作業にやってたスペースって6畳3部屋分ぐらいで全部やってたんで、あとは富山の格好で持ち込んで作ってましたね。本当にあの古い話ばっかりで今しちゃいますけど、あの塚本さんその30歳の時っていうか鉄道の後ですよね、はい、鉄道ってキャスト4人なんです。どう考えても4人。いやもうちょっと3人と石橋蓮司さんと武作さんいたから5人いますね。で5人で、でスタッフもあの本当にスタッフは多い時はもうちょっといたんですけど、主なるスタッフはもうそのメインのキャストの3人か、これが主なるスタッフで、要は3人が同時に出てることはないんですね。誰かが出てる時は誰かがカメラを持って回してスタッフになってるんで、もうこの3人がメインで、2人が出てて2人が1人が撮ってるっていう。ですからよく考えると最初にメガネの女の人と田口さんが出てる時はまあ僕が撮影して、あの途中でドリルで殺された女の人がまあ一生懸命ですってやってて、で途中でそのメガネの女の人が何言ってるか分かんないですよね。見てない人は分かんないですよね。今日ヒロコの話ですからね。あの、まあ、そのように少ない人数で作ってたので、終わってこのヒロコの話が来た時に、あのそういう少ない人数で作ってたんで、あのプロの映画の現場って30人ぐらいスタッフがいるっていうことなんで、なんで30人もいるんだろうっていうのが分かんなかったんで、その人物配置みたいなことをあの映画監督のお友達の李十方さんのとこに行って、なんで何人で30人いるんですかって言って、まあ助監督さんにはチーフセカンドサードがいて、なんでサードの人はこう何々するとかいうことを教えてもらって、現場に行ったら70人ぐらいいましたね。でほとんどあのもうあの東方 の富山 のこの学校と、まあそれが1ヶ月ぐらいで、あともう1ヶ月は東京に戻ってスタジオと、まあロケ、あの東京内でやるあのロケがあるんですけど、東方のスタジオでは当時黒澤明監督が8月のラプソディーというのを作ってて、こんな大きなトラックでこうあのヘビ1匹取りに行ったりしてるのを見て本当にびっくりしたんですけど、僕らもそれに負けず劣らず大きなトラックがコンボイっていう昔映画があったんですけど、それみたいな感じで出動して撮るので、まあ、本当に鉄道とは全然違う世界だったんですけど、しかもベテランもいらっしゃるし、ベテランのスタッフは素晴らしい、スタッフは東方のベテランのスタッフばっかりです。あ の方々がもう本当によく教えいろいろ教えていただいて、そこに僕らのその当時鉄道2っていう映画を先に作ろうと思って後になるんですけど、その時に集まったスタッフとかが参入して、その僕らのスタッフとその東方のプロのスタッフがもう一緒くたになって一生懸命作った。面白かったし、もう本当に面白いっていう言う取りは僕もなかったし、そのスタッフも多分なかったと思うんですけど、本当面白いエピソードが、あの夜の学校で泊まるの怖いですよね。怖いです。でももうあまりに昼の撮影が大変なんで、その夜の撮影の番をしろって言われたらはいはいって喜んでもうみんなと離れられますから一瞬、あの一晩中こう嬉しそうにこう寝てたっていう話が今僕的にすごい未だにこう心に残ってますね。 Tokyo Borderless TV